ヌートバーが羨ましい両雄の韓国代表エドマンを応援する日本のファンの姿も良かった。WBC ヌートバーが羨ましい両雄の韓国代表エドマンを応援する日本のファンの姿も良かった。米メディアの取材に対しまだ私の体は昏睡状態のようだ。早く時差ボケをなんとかしないといけないと打ち明けているエドマン。一番打者として期待されながら11打数2安打と精彩を欠き、3戦目のチェコ戦では9番に下げられた。一方、カージナルスのチームメイトで日本代表のラーズ・ヌートバー外野手はイタリアとの準々決勝も含めた5試合で1番を任され、19打数7安打、3打点、2盗塁と活躍。エドマンは東京ドームでプレーするのは本当に良い経験だった。日本の選手は個人別に登場曲がある。本当に素敵な場面だったとしつつも日本にはすでにヌートバーマニアができたようだ。ヌートバーを応援する姿も良かったと、ちょっぴり羨ましそうに振り返ったという。エドマンがめっちゃ羨ましそうに見てるのくさ。言うて予選で全然活躍してなかったらほとんど同じような感じになってたやろ。エドマンはもう二度と出んやろな。エドマン、ヌートバーより成績ええんやな。エドマンは打撃より守備、ショートもセカンドも両方 MLB トップクラスの上手さ。ヌートバーはエピソードもええもんな。ハンカチ世代と交流してたのとか、周りが盛り上げたのもあるけどヌートバーが愛されキャラすぎるからな。結果も出してるし。